は地獄か。ええ、テラグリジアという名のね。司令室に一時退避するぞ。テロ時代を予見した FBC の実行力強化、ボスがその必要性を国際社会に訴えていたところだったしな。世界中の人々がバイオテロの恐怖を知ることになるね。ある意味いい宣伝だわ。ああ、ボスの意見を国際社会も認めざるを得なくなる。 FBC もまだまだ変わる。数十名の連中がこんな大規模なテロ、 DOW の兵器はどこで。これは絶対許せない。テロリスト、クソ。
まだ嫌がる。自己犠牲気取りか。生意気は一人前に戦えるようになってからだ。厳しくしておくに越したことはない。いいけど、もっと男って面倒な生き物なのね。クソ、どこから入ってくる。
命令だ。ゴルダスが行くまで持ち方やろ。必ず作ってやる。傷の具合を見せてみろ。新入り、貸し一つだ。覚えておけ。まっすぐなのはいいが、部隊を危険にさらすような青臭い正義感は捨てろ。それが現場の鉄則だ。わかりました。よし、これで少しは楽になる。なんとか歩けそうだ。ついてこれるな。司令室に続くエレベーターはすぐそこだ。
感謝だ。すべて計算通り。問題はない。クイーンディードで引き続き宴を楽しんでくれたまえ、ノーマン君。モルガン、この船のバイオハザードもすべて予定づくだったということか。とんだ動機を演じさせられたな。だけではない。君の任務はまだ続くさ。隔離された船内で感染者がたどる変質のデータを残してもらうという重大な任務だ。自らの欲望を求めることに関しては一部の隙なく合理的で無駄がない。腐ったれ米国人らしい発想にはヘドが出る。褒め言葉と受け取っておこう。我々も貴様らのような人種が信じるに値するとは考えてはいない。これまでの取引は全て映像に記録している。公開すれば貴様も破滅だ。好きにすればいい。衛星使用は無事承認された。新型ウイルスの滅却は完璧だ。貴様は、この風が吹きすさぶゆえんをその目で見る。それが答えとなるはずだ。なぜお前。ジェシカには逃げられた。クソ、あと一歩だったのに。すまなかったレイモンド。お前が正しかった、ずっとな。最後に伝えられてよかったぜ。悪いのはあんたじゃない、パーカー。今度は俺があんたを助ける。必ず脱出してみせるさ。いい顔だ、新人。裏の顔を持つモルガンに感づいたレイモンド。彼と私が共に仕掛けた罠、それがベルトロの復活劇だ。雪山のアジト、そして皆を船に集める作戦、全てがモルガンをあぶり出すための罠か。だが俺たちまで騙す必要があったのか。 BSAA の内通者の正体を暴くまで危険を冒すわけにはいかなかった。すまん。そこまでして。なのにゼノビアもセミラミスも。ああ、だが私はまだ諦めていない。キースとクエント二人が残した置き土産が切り札となる。彼らが最後に送信してくれたデータの解析がたった今終わった。それで分析結果。ああ、ベルトロがテラグリジアパニックに使った同型船は2隻ではなかった。3番目の女王が存在した。それが最後の女王。